5月16日午前中の取引を終えました。日経平均株価は昨日に比べて132円95銭安い21,055円61銭でした。 0.6% の下落でした。トピックスも昨日に比べて 9.46 ポイント安の 1534.69 でした。昨日のアメリカ市場というのがニューヨークダウが115ドル高ということで3指数ですね、ダウ、ナスダック、SP それぞれプラスだったんですが、今朝の日経平均の立ち上がりはやや冴えない動きとなりました。新興市場東証マザーズ指数が昨日に比べて 3.8 ポイント安、ジャスダック平均株価も6円90銭安ということで、東京市場はすべての指数が小幅安で始まりました。日経平均株価、まず冷やしチャートをご覧いただきましょう。こちらですね、日経平均は7日続落のところで6日目になるでしょうか、ここで直近の安値というのを一時割り込んだんですが、さすがにここで下ひげを伸ばして陽線をつける、昨日は8日ぶり8日ぶりの反発、令和になって最初の上昇となりました。今日はややその昨日買われた反動売りがやや先行してはいるものの、底堅い動きとなっています。日経平均5分足で今日午前中の動きを振り返っておきます。こちら午前中今日前場の動きがここですが、2万1000円のラインここですね、2万1000円を割り込むとすかさず下値でおしめ買いが入ってくると、2万1000円が防衛ラインとして意識されているようです。7日続落のあたりで、足元の株価水準なんですが、騰落レシオ25日線で見ますと大体 70% 台に落ち込んでいます。アベノミクス相場が始まってから 70% 台に騰落レシオが落ち込むと、その後日経平均は反発局面を迎えているということで、そのあたりも意識されているのかもしれません。騰落レシオ 70% 台、2万1000円というのが今日の前場のキーフレーズになっているようです。こうした中ではありますけども、米中の貿易摩擦の話でありますが、完璧に解決したわけでは当然ありません。例えばこちらの株価、金融株、銀行株の動きからそれが読み取れます。8306、三菱 UFJ フィナンシャルグループ、今日は498円ということで500円の節目を割り込んで年初来の安値更新であります。昨日アメリカで、政府高官の話としては、トランプ大統領が輸入車、アメリカが輸入する車に対する追加関税の判断を半年ぐらい先送りするだろうというふうに報じられています。これで一旦はアメリカ市場、昨日資金が戻ってニューヨークダウを上げていましたけども、とはいえリスクが完璧に遠のいたことではないということで、アメリカでは金利の低下が続いています。昨日は 2.3% 台ということで、アメリカ長期金利が低下、それを受けて日本の銀行株なども売られています。今日は三菱 UFJ など銀行株冴えない動きとなりました。一方で東京市場では決算発表がそろそろ終盤になっています。例えば6005三浦工業ですね、ボイラー、三浦のボイラーの三浦ですけども、こちらは19年3月期決算、20年3月期予想を昨日公表しました。19年3月期も2桁%の大幅営業増益で着地、20年3月期についてもこちらも増益予想ということであります。また増配予想ということです。中国の環境規制の強化に伴って高効率のボイラーなどが売れそうだということであります。このあたり素直に交換しているようで、今日は窓を開けて一気に急騰、3000円の節目を上抜いて年初来の高値を更新しました。以上、全引けの模様を東証アローズからお伝えしました。